ケラトサウルス類あるいは、ケラトサウルス仕目は、鳥よりも、ケラトサウルスとより、細菌の共通の祖先を共有するすべての、獣脚類として定義された、獣脚類恐竜の分類群である。ケラトサウルス類は解剖学的により多様な、デタヌラ類ほど派生しておらず、含まれる種やケラトサウルス類の判断基準となる、特徴についての一般的な合意が得られていない。 最新かつ最も受け入れられた理論によると、ケラトサウルス類には、ジュラキ前期から、白紀後期の重脚類であるケラトサウルス、エラフロサウルス、そしてアベリサウルスが含まれ、これは主に、ジュラキには、世界的に、白亜紀では、南半球を、主に発見される。もともとケラトサウルス類には、上気の恐竜に加えて三条気後期から、 ジュラキ前期のコエロフィシス浄化が含まれていた。これは、ケラトサウルス類が他の住脚類からかなり早い時期に分岐していることを示唆していた。しかし、最近の研究では、コエロフィシス化とギロフォサウルス化が他のケラトサウルス類と単系統群を形成しないことが示され、このグループから除外されている。グループ内での差異がコエルロサウルス類に匹敵するほど多く、 見た目でわかる共通点は少ない。これは、ケラトサウルス類が多様化に成功したことを示している。ただし数少ない共通点として、大半の種は、前腕の体縮が、テタヌラ類よりも、格段に進んでいた。はじめに、ケラトサウルスのような種類が登場し、その後のアサウルス科とアベリサウルス科が登場した。ザ・フォローイング・クラデグラム・フォローズ・アン・アナリシス・バイ・ディエゴ。 パルオリバー WM ラウジュット2012ありがとうございます。